青春豚野郎シリーズは、鴨志田はじめによる小説シリーズ。公式略称は、青豚。2014年4月から、電撃文庫より、期間11巻が刊行されている。イラストは、鴨志田の前作、桜草のペットな彼女から引き続き溝の口刑事が担当している。2020年12月時点で、シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。 2018年にアニメ化、2019年には映画化された。ゴールデンウィークの最終日、高校2年生のあずさがわさは、同じ高校の先輩であり、女優として有名な桜、島舞に図書館で出会う。彼女はなぜか、バニーガール姿だったが、田以外の図書館の利用客には、彼女の姿や声が認識できないようだった。舞の透明化現象は、 都市伝説として知られる、思春期症候群の一種であり、彼女が女優業を休業し、学校でも孤立して、空気のような存在を演じていたことが原因だという。作田はこの状況を正常化するには、本来舞がやりたがっていた女優の仕事を再開すればいいと語る。舞はその言葉に押されて、芸能界復帰を決断するが、思春期症候群の影響がどんどん広がって、 前を認識できない人間が増えていく。そして作田以外のすべての人は前が見えなくなって、彼女に関する記憶を失っていき、とうとう、作田さえも前のことを忘れてしまう。だが、とあることがきっかけで前の存在を思い出した作田が、教室を飛び出し、校庭から校舎の全生徒に向かって、大声で、前が好きだと告白をしたことで、全校生徒が前の存在を、 再び認識できるようになった。その1ヶ月後、作田は、舞と交際を始めることになる。そして、舞の芸能回復期も決まる。舞と交際を始めた、作田だが、その翌日は昨日と同じ日に巻き戻ったように、繰り返されており、作田以外の皆がそれに気づいておらず、舞との交際開始もなかったことになっていた。だが、高校の後輩、小型萌えだけは、作田と、 同じく世界が同じ日を繰り返していることに気づいていたことがわかる。この現象はともえによる思春期症候群で彼女は自分の友人関係を守るため3年生の前沢からの告白を回避しなければならない状況にあり回避できるまで同じ日を繰り返していた。告白回避のため作田とともえは嘘の恋人関係を演じることになるがともえは 作田とのデートを経験したり、自分のために、先太氏が前沢と喧嘩するところなどを見たりするうちに、作田に対して本当に恋心を抱くようになる。嘘の恋人関係を解消する約束だった一、楽器の終業式の日を得るも、本心では、別れたくないと萌えが再び思春期症候群を発症して、その日の繰り返しが始まってしまう。四回目で、 ともえが作田に告白をして振られることで、舞と交際を始める前日に戻り、思春期症候群は解決した。8月2日、作田は友人である、双葉リオが二人に増えるという思春期症候群を発症していることを知る。リオの数少ない友人である作田と、国見優馬には二人とも彼女ができ、リオは一人になってしまうという不安から、誰かに構ってほしくて s n s に、 感能的な自撮りを上げるようになっていた。その結果、誰かに構ってほしいリオと、そのための手段を許さない、リオの二つの存在に分裂したのだった。作田、勇神と海岸で花火をして、夜を明かし、自分が孤独ではないと知った片方のリオだったが、その時の皆の写真を見た、もう片方のリオは、その写真に写っているリオがいればいい。 自分の存在はいらないと考え失踪してしまう。しかし、必死で自分を見つけ出した作田の言葉に気持ちを変えられたリオは電話を返してもう一人の自分と話し気持ちを同じにすることで一つの存在に戻ることができた。その後、作田とリオとユーシンの三人で花火大会に行く。ユーシンに思いを寄せているリオは付き合えないことをわかっていながらもユーシンに 自分の気持ちを伝えた。二学期の初日、作田は舞及び豊浜のどかに出会う。のどかはアイドルとしても活動しているマイの母親違いの妹だった。ところがその時、舞とのどかの外見が入れ替わるという現象が起こっていた。しばらく前はのどかとして、のどかはマイとして生活をすることになるが、その後二人は大喧嘩をしてしまう。のどかは 舞として自分が経験した CM 撮影や舞がのどかとして行ったライブでの様子を経験して自分と舞との実力差を痛感し自暴自棄になる。そんなのどかに作タは舞の宝物を見せる。それは幼い頃から大切に保管されていたのどかから舞宛ての何通りもの手紙だった。そして舞との仲直りを経て自分は 舞のようにならなくてもいいことをのどかが悟った瞬間、思春期症候群は解決し、二人の体は元に戻った。その後、舞に交際相手がいるというスキャンダルが巷で話題になるが、舞が会見で交際を認め、うまく立ち回ることでことなきを得た。10月13日、作田の前に、先、ふとしの妹、あずさが楓での幼馴染み、かの琴とみが現れる。とみは、 作田とカエデが藤沢に引っ越してくる前のカエデの友人である。帰宅後、カエデは自分の引きこもりと不登校を解消するためのお兄ちゃん以外の人と電話する、外出する、学校に行く等の項目がある、今年の目標を先太しに掲げた。その日から舞の協力も得て、カエデは電話や外出の練習などを始める。一ヶ月後、作田、舞、 のどかと共に、海で遊んでいたカエデのもとに、偶然コトミが通りかかるが、カエデはコトミのことを知らず、カエデには2年前以前の記憶がないことが発覚する。2年前当時、作田の妹、あず川花カエデは、いじめが原因で帰り性障害と思春期症候群を発症し、それまでの記憶を消去し、花カエデの中に新たな人格を形成した。 花楓を救えなかった自分にも思春期症候群が発生した作田は七里ヶ浜で出会った牧野原翔子に価値観を変えられ花楓にあずさ川楓として生きることを提案したということを先太氏は舞たちに語る海に行った翌日小富からの手紙を見て意識を失った楓は病院に救急搬送されるも無事でありやがて退院することができた しばらくして作田と動物園に行ったカエデは、その日に夜の学校に行くこともでき、すべての今年の目標を達成することができた。だが、翌朝目を覚ましたのは花カエデだった。花カエデの入院する病院から抜け出して、カエデを失った、どうしようもない気持ちを叫ぶ先、ふとしの前に現れたのは、2年前に七里ヶ浜で会った時から2歳ほど年を取った証拠。 その証拠から、カエデが今年の目標を立てた理由が、カエデがいなくなる前に、先太子と一緒に目標を叶えて、多くの思い出を作ることだと聞いた作田は、悲しみを抱えながらも、現実と向き合う努力を始める。世界には、作田の初恋相手である大学生の牧野原翔子と、重い心臓病を抱える、中学生の牧野原翔子の二人が存在している。12月1日、 舞が作田の家へ行くと、翔子さんが居候していることを舞は知り、作田に冷たい態度をとってしまう。翌日、舞は映画の撮影で金沢に行ったが、その日が舞の誕生日だということを後から知った作田は、新幹線で金沢まで祝いに行き、関係を無事修復することができた。その後、翔子さんの正体が作田の心臓を移植して延命した未来の翔子ちゃんで、あることが発覚。 翔子さんは12月24日、舞とのデート先に向かう先太氏は、車のスリップ事故に巻き込まれて死ぬ運命にあることを明かした。その先、太氏の心臓を移植することで、翔子ちゃんは生き延びられたという。だが、翔子さんは作田に事故に遭わないよう警告し、舞に先太氏を任せる。しかし翔子ちゃんの容体は悪く、一刻も早く心臓のドナーが現れないと、 危険な状態だった。自分が犠牲となり翔子ちゃんを助けるか、それともサクタに生きていてほしいと懇願するマイの願いを叶える代わりに、翔子ちゃんを見殺しにするかという二者択一に、先太氏は葛藤しながら、サクタは舞とのデート先へと向かう。だが、事故発生直前、自分を事故現場に近づけないよう翔子さんが話を作っていたことに気づいたサクタは、事故現場になる。 はずの翔子さんのところへ駆けつける。そこに黒のミニバンが先ふとめがけてスリップしてきたが、作田を突き飛ばした舞が身代わりになって死んでしまう。舞の死がショックで数日間作田は抜け殻のような状態になっていたが、そこにまたも翔子さんが現れた。この翔子さんは舞の心臓を移植されて延命したしょ翔子ちゃんが成長した姿だった。翔子さんは 作田と舞が幸せになる未来を獲得するため、作田が過去に戻る手助けをする。事故の起こる日に戻った作田はマイに会いに行く。マイはすでに翔子ちゃんを見捨てて自分は生きるという選択を先太しができるはずがないと見抜き、自分の命を懸けてでも作田を助ける覚悟を決めていた。長が作田は自分のことは自分で解決するから待っていてほしいとマイを説得。 それから、交通事故に遭おうとしていた過去の自分を自分で突き飛ばし、未来を変えた。だが、結果として、翔子ちゃんの心臓のドナーは現れず、彼女は既得の状態となる。作田は前に、やはりどうにかして、翔子ちゃんを助けたいという願望を伝える。その結果歴史が変わり、前が出演した映画の影響で、心臓のドナーが大幅に増えたという世界になる。そこで、 先太子と舞は別の第三者から心臓移植を受けて元気になった翔子ちゃんと出会う。過去のいじめが原因で引きこもり不登校だった花楓では改めてこれを解消すべく中学校への登校を保健室に通うことから始めていた。さらに中学校を卒業後は峰ヶ原高校に通いたいと言い出す。学校に通うことにストレスを感じる花楓にとっては 学校に行って、願書を提出し、試験を受けに行くだけでも大ごとだったが、どうにか、それを成し遂げた。だが試験の途中で、ストレスとそれが原因による、思春気象候群のため体調を崩し、試験を受けられなくなってしまう。作田は落ち込む花楓に対し、兄と同じ峰ヶ原高校に通うことが、楓の願いだったとしても、花楓が、いろいろと我慢してまで、 ミネガ原高校に通う必要はないと悟す。また作田は、のどかの所属するアイドルグループ、スイートバレットのメンバーの広川うずきが通信制高校に通っていることを知ったため、のどかに頼んで、花帰れとうずきの対面をセッティングしてもらった。花会では、うずきが全日制の高校になじめなくて、不登校になったこと、通信制の高校のことなどを色々と教えてもらう。 その後、定員割れのため、花会では、峰ヶ原高校に合格になったという知らせが入るが、花会では、峰ヶ原高校ではなく自分で行きたい学校を決めると、宣言する。作田と家族の記憶が戻った花会では、父が住む横浜の家を訪れ、精神疾患で療養中だが回復しつつある母と対面。その日花会では、母と共に、父の家に泊まることにするが、 翌日学校がある作田は藤沢の家へ帰った。その翌日になったところ、作田はかつて舞が体験したような自分が誰にも認識されない状態になっていた。作田は再度父の家に行くが、母も花帰でもやはり先、太しを認識しない。母の日記にも作田の存在はなかった。作田が花帰でと二人で生活する上で、 母のことを考えないようにしていたことが、この現象を引き起こしたと思われた。その時、毎そっくりだが、小学生くらいの少女が現れる。その少女だけはサクタを認識しており、少女に導かれるうちに、気づくとサクタは違う場所、違う世界にいた。その世界ではサクタ花帰で、とう、母が4人で、横浜に暮らしていて、 花帰でのいじめ問題は解決し普通に中学に、登校、花帰でも母も健康。作田は、峰ヶ原高校にて、リオたちと友人のままで、毎とも交際しているという、絵に描いたような理想の世界だった。だがこの世界は、居心地が良すぎると、作田は、元の世界に戻る決心をする。作田は再び毎そっくりの少女に導かれ、元の世界に戻った。 元の世界では、やはり誰も、作田を認識しなかったが、仕事で山梨県に行っていた前が1日早く帰ってきて、作田のことを見つけてくれた。前に励まされた作田は、改めて母と対面に行く。すると母が作田に気がつき、他のみなにも認識される状態に戻った。それから約1年後、作田は、無事大学受験に合格して進学する。そこで、先太氏は、 中学生の時の同級生だった赤木香留美と再会する。大学生になって約半年が経ち、作田は新たな人間関係を作りつつ、同じ大学に通う前と交際を続け、バイト先が同じなり親友へともえとも、友人として接し続けるという、思春期症候群に巻き込まれることもない、新しくも穏やかな日々を過ごしていた。だが、作田と同じ大学に通うことになった。 広川うずきの様子が突然変わった。いつもマイペースで、天然、テンションが高いことで知られる彼女が、突如、空気を読んで周囲に自分を合わせるようになった。違和感を覚える先、太しやのどかをよそに、他の学生は、彼女の変化に気がつかない。同時に、空気が読めるようになったうずきは、私も、みんなに笑われてたんだと、空気の読めない自分が、周囲から、 どのように見られていたかに気がつく。同時に、うずきの出演していた CM が話題となり、彼女のソロデビューや、スイートバレットからの卒業が囁かれるようになる。同じ大学に通うのどかと共に、うずきのことを話しつつ通学する途中で、先太しは、大学から離れていこうとする電車に乗る、うつろな表情のうずきを発見。とっさのことに追いつけないのどかを置いて、 サクタはウズキを追いかけ三崎口までついていく。二人は三浦半島を散策し、ウズキは武道館を目指すという目標の達成が難しいと感じるようになった胸中を吐露する。その週末前とともにお台場で行われたスイートバレットのライブを見に訪れたサクタだったが、ライブの最中、突然ウズキの声が出なくなってしまう。他のメンバーに、 フォローされ、過労うじてその日のライブを乗り切った皆だったが、ライブは翌日にも控えていた。八景島で行われた野外ライブに、うずきぬきの4人で行われることになった、スイートバレットのライブを一人見に訪れた作田は、観客の中にうずきを発見。彼女はもう声が出せるようになっていることを見抜いて、話しかける。武道館を目指して、楽天的に皆を引っ張っていたうずきだったが、 そんな自分の中に報われない努力をするスイートバレットのメンバーをあざける心があったことに気づいて罪悪感を抱きステージに上がることを躊躇する。だが、幸運と機材トラブルに見舞われながらも舞台に立つスイートバレットのメンバーを見て作田に背中を押されステージへと上がった。うずきはステージにてソロデビューすることと同時にスイートバレットも卒業せず武道館を目指すことを 宣言した。発景島までのライブの翌日となる10月24日、大学に投稿した作田は、退学届を提出したという渦木と会う。渦木は統計科学学部に入学した理由を、先太氏に告げ、そんな渦木に、先太氏は、卒業おめでとうと言って送り出した。直後、先太氏は、季節外れのサンタクロースに噴しているが、作田以外の誰にも認識されていない女性を、 目撃して話しかけられる。彼女は霧島東子と名乗った。霧島東子との遭遇から一週間後の10月31日、横浜市内で偶然赤木るみを発見した作田はまるで予知能力があるかのように幾ルが危険を察知して子供を助ける光景を目撃した。その後作田は自分が見た夢に夢見るの。 ハッシュタグをつけて SNS に投稿するとまさになるという噂を聞く。育実は、その投稿の中から人に危害が及ぶような書き込みを探し回避させるという人助けを行っていた。後日先太氏は、目に見えない人間が触ったかのように、幾くみのの衣服を乱れさせるという光景や、誰かと意思疎通するためのように、幾くみのの体に文字が現れては、 消えるという光景を目にしたが、育児は平気だからと作ろう。やがて先太氏は、大学の入学式にて再会した時の育実のの様子や、育実のの身に起こった現象、また育実が作田について語ったことの違和感などから、今の育児は、かつて自分が別の可能性の世界に迷い込んだ時に、出会った、峰ヶ原高校に通っていた、育実であると推測。 育実はこれを事実と認め、人のためになりたいと願った自分になれずに嫌になって逃げ出したいと思った結果、この世界の作田と同じ大学の入学式にやってきて、そのまま今まで生活してきたことを話す。今まで育実の体に起こっていた奇妙な現象は、別の世界の育実の身に起こったことがこちらの育実の体にも影響を及ぼしていたからだった。それから育実は、 同窓会で待ってるという自分の体に書かれた文字を先太子に見せてから姿を消した。同窓会とは同日の11月27日に行われていた以前、幾ミノルが作田に話した中学の同窓会のことだった。作田が会場に行くとそこにも幾ミノルがいた。突然の先、太子の登場に周囲がざわつく中、 作田が、幾ミノルに話しかけると、皆が驚愕する。同窓会参加者は、今まで誰一人、一時間ほど前から会場にいた、幾ミのルの存在に気がついていなかった。そのことや、同窓会参加者も、夢見るの予知夢を体験していたことなどを指摘し、育日は、自分も思春気症候群にかかり、思春気症候群は実在すると宣言。そして、かつて先、 ふとしや花会での思春期症候群について信じず、作田を排斥していた自分たちを批判した。周囲が否定も肯定もできず沈黙に包まれる中、作田はわざとおどけ、幾ミノルと示し合わせての冗談、サプライズだったと言い,い、その場を立ち去る。その後を、さっきの幾ノル、つまり、もともとこの世界にいた、幾ノルが追ってきた。こちらの幾ノルも自分が、 嫌になって逃げ出したいと思った結果、もう一人の幾実と入れ替わる形で、異なる世界に行っていたのだった。作田は、幾実に、なぜさっきの思春期症候群の証明ということをしたのかと聞き、一方翌実は作田に、どうすれば何もできなかった嫌いな自分を、忘れられるのかと尋ねる。翌日となる11月28日、作田と舞が、 大学の学食で食事をしていると、そこに、本来のこの世界の住人である、昨日の同窓会会場にいた、イク・ミノルがやってきた。イク・ジッツは、作田と前に、別の世界の先フトからの、この世界の先フト氏と前に向けての謎の警告文を見せた。登場人物の名字はすべて実在する高速道路のサービスエリアから取られている。学年、年齢などは初登場時のもの。 峰ヶ原高校は全校生徒数約1000人。最寄りは七里ヶ浜駅で七里ヶ浜がよく見える3階建ての建物とされている。モデルは神奈川県立七里ヶ浜高等学校。この校では初登場の牧が休巻以前と10巻後で書き分ける。休巻以前10巻以降先人たちの通う大学は金沢八景駅が最寄りの私立大学とされている。 モデルは横浜市立大学金沢八景キャンパス。売り出し中のアイドルグループ。7人グループだったが、10巻では2人脱退して5人グループになっている。また、アニメでは最初から5人グループの描写になっていた。各地でライブ活動などを精力的に行っているが、知名度はまだまだ低く、TV に出演することもあるが、ローカル局がほとんどだった。10巻では、 ドラマやグラビア、モデル、バラエティ番組など、それぞれのメンバーが活躍の場を広げている。原作では当初たメンバーの詳細についての記述はなく、以下の3人は、アニメ版中はスタッフフロールに名前が出ており、アニメ BD、DVD 第3巻特典の設定資料集に設定が書かれていた。原作単行本10巻にて、この設定を引き継ぐ形で以下の3人が登場している。 このほか、基本的に、直接名前は出ていないものの、桜草のペットな彼女のキャラが、ゲスト出演している。各ゲストの詳細は、桜草のペットな彼女登場人物を参照。電撃文庫館、期間11巻。2018年9月下旬により、全国書店にて、溝口刑事による、テレビアニメのティザービジュアルを使用した、期間限定カバーが発売された。 2019年4月よりアニメビジュアルを使用した劇場版仕様の期間限定カバーが発売されている。小編小説青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないウィズ・桜草のペットな彼女は2016年2月5日より電撃文庫ニコニコの企画でニコニコ生放送の視聴者アンケートの結果によってストーリーが変わるユーザー参加型ラジオドラマ 多数決ドラマ第2弾として2作品のコラボを配信。ミネガ原高校の文化祭で開催されるミスコンの話。シナリオは、鴨志田はじめ、SD イラストは、溝口刑事、キャストは、後のアニメ版と同じ。桜草のペットな彼女原作終了後の設定で、同作のシ名ナ・マシロが、ゲスト出演。原作第1巻から第6巻の序盤までを、原作とした。 テレビアニメ、青春豚野郎は、バニーガール先輩の夢を見ないが2018年10月より12月まで、東京 MX 他にて放送された。原作第6.7巻を原作とした劇場アニメ、青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないが2019年6月15日に、アニプレックスの配給により、全国31スクリーン規模で公開された。公開前のプロモーションとして、 メットライフドームのバッターズサークル広報に広告を掲載している。公開日から第4週目まで週ごとに別の来場者特典が配布された。また、公開された15日、16日の2日間の動員数が約6万6000人で、興行収入が約1億円を記録した。予想を超える人気から、公開日から劇場グッズが品薄になり、7月初旬から、 増産分が順次販売され、同年7月から9月にかけて、順次、全国での拡大上映が決定した。全国で合計95巻にて公開され、10月17日に最後の上映が終了し、累計工業収入は5億1000万円となった。また、7月初旬から販売開始された増産分も品薄状態になり、アネプレックスにて一部数量限定で、 劇場グッズの事後販売が実施された。また大ヒットこれ以来乗車特典として、第1週目特典の青春豚野郎は、ホワイトクリスマスの夢を見るの電子書籍、ダウンロードカードとオリジナルクリアファイルの配布が決定した。テレビアニメ、映画のキービジュアルや雑誌イラスト、原画に名場面カットを掲載した青春豚野郎シリーズ公式イラストブックペインティングが、 アニプレックスや全国のアニメとアニメートオンラインショップにて販売された。収録内容、青春豚野郎シリーズのテレビシリーズ本編と劇場本編から厳選された創作画監督の田村里美高田明によるフルカラーの修正原画をコメントともに多数収録されている青春豚野郎は制作メイキングの夢を見ない。 創作画監督修正集の発売が発表された。収録内容2018年9月26日から2019年6月26日まで、おっと泉と YouTube にて、青春豚野郎は、バニーガール先輩とオルスバン妹のラジオを聞きたいが、各週水曜日に配信され、また劇場版、DVD、ブルーレイ発売記念として2019年11月19日と27日に、 限定復活配信。パーソナリティは、桜島舞役の瀬戸正美と、あずさ川楓役の久保ゆりか。また音泉から、未配信の取り下ろしラジオを収録した DJCD が発売されている。青春豚野郎は、バニーガール先輩の夢を見ないに関するカテゴリー。青春豚野郎は、プチデビル後輩の夢を見ないに関するカテゴリー。 青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないに関するカテゴリー。青春豚野郎はロジカルウィッチの夢を見ないに関するカテゴリー。ありがとうございます。